今日の収穫です。これから夕飯作ります。畑で採れた野菜を夕飯の献立にしました。いただきます。いただきます。夏の初めに植えた野菜もたっぷり太陽を浴びて成長し、美味しそうな実がたくさんできました。トマトは支柱を立てていましたが、実が重たくなってきて傾いてしまいました。トマト、ヘルモーゲージリフターっていうトマトです。面白い形してる。これがビーフステーキトマト、コクテル、ミニトマト。スーパーで手に入りにくい野菜は種をオンラインで購入したり、知り合いに種や苗を分けていただき、自分たちで育てています。今年はシソ、ごぼう、大根を植えました。ごぼうは今年初挑戦なので出来栄えが楽しみです。はい、今日の収穫です。インゲンとトマトがたっぷり。今日採れた野菜で夕飯作りました。ズッキーニのフリッターと、これはクリームチーズのソースをつけて食べます。であとはトマトとバジルのカプレーゼと、きゅうりとしその漬物、浅漬け。自分で育てた野菜を料理して食べることができることはありがたいことだなぁと毎回感じます。大地の恵みに感謝ですね。マイホームニュージーランドチャンネルはエボコのエデュケーションにご協力いただいております。エバコネエデュケーションには高校準備コースがあり、ニュージーランドの高校1年生の単位 MCEA レベル1を提供している唯一の語学学校です。実績もあり素晴らしい学校ですので、コメント欄のリンクをチェックしてみてください。今日も見ていただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。